子が運ぶ、金子が運ぶ、パスを出す、ドリブラーの金子が行く、でこの前のスペース対応するのは荻原、金子がシザーズ、最後倒れて笛が鳴って、これは PK だ。さあ抜けてきた、金子がキーパーかわして中にいるよ、ヒールで渡して金子拓郎が抜けてくる、瀬古をかわして右足でのクロス、後ろからヘディング決まった、岡村第8。どうする金子、勝負いった、縦に行って右足クロスボール、ヘッド馬場から金子、ワンツー使っていく、金子持ち出してクロスボール足出しました。ここに顔を出すのが変わったりと小林どかですけれども、クロスボール入ってきた、頭で合わせた、キーパー小島触りました、右に金子拓郎、小池が距離を詰める、金子拓郎が縦突破、クロスが入る、ファーサイド浅野の上、ここですね、クッと出てスピードを生かして少し角度をつけてクロス上げてるんですけど、はい、一度下げて金子、初瀬が対応しに入りますが、ここが間抜けてくる、金子右足でのクロス、中ヘディング、金子左利きの選手です、抜けてきた、東口なんとかセーブ、セカンドボールは札幌、山田と金子、金子が左足でのクロス、瀬古のヘディング、ちょっと今日両チームの選手立ち上がりから足を滑らせることが多い、札幌ドーム、金子が前を向く、金子拓郎、ここは股を通す、後ろに下げて浅野のシュート、惜しいシーンでした、いや素晴らしい突破でしたね、金子がここでボールを持って逆サイド、菅も開いているが金子が一人剥がす、いやまだ切れてますね、逆サイドに金子がいる、今日2ボールの金子狙っていった、金子の左足切れてますね、中にキム・ゴンヒ入っている、浅野切り裂いてクロス、金子の左足だ、先制点は札幌、5試合ぶりのゴールで札幌先制しました。ただ金子の前ワンタッチクロス、キム・ゴンヒだ、ただ金子の前ワンタッチクロス、キム・ゴンヒだ、一気に札幌前に出た、また打ち合いになるのか札幌。